おはようございます。コバシャールこと小林正智です。皆様いかがお過ごしでしょうか。ちょっと髪の毛が濡れてますけど、さっき、シャワー浴びてまして、はい、すいません。とですね、ちょっと近況でも話をしようかなと思うんですけども、はい、今日もお付き合いください。とね、何喋ろう。いきなりバーッと喋り出すのってなんか変ですね。こんなもんなのかな。珍しいですね。 なかなかこの最初のこう出だしに慣れてないんですけど。今日は何の話しようと思ったんですかね。決まってなかったですよ、別に。まあちょっとね、近況を話ししようかなとぐらいだったんですけど。はい。近況はどうでしょう。近況は、なんかそうやって振られると楽ですね。ですね。近そっ況ちはか。雪ですか？まあ、こっちはね、全然雪あ、雪降っ降らてるんなでいんすですか？よ、今年。去年はあんなに雪かきしたんですけどね、全然今年雪がなくて、嬉しいですね。はい。じゃあ、ペースが乗ったので、話します。ありがとうございます。ですね、そうそうそう。僕、一応、少し自己紹介を、そうそう。なんかね、毎度自己紹介多少しなきゃなと思いながら、これを忘れるんですよね。バシャールを、愛していてですね。で、まあ、愛していてて変ですけど、バシャールのメッセージが好きでですね。で、まあ、友達だとかですね、他の人にですね、バシャールはいいよというふうに啓蒙していたものです。はい、名前がですね、小林正智、小林だもんですから、小バシャールというあだ名がつきましてですね、そのあだ名のまんま、いつの間にかですね、講演活動したり、個人セッションしたりですね、いうふうなことを始めまして、そして今、4年目かな。で、これが、まあ、本業でですね、本業になっちゃいまして、もともとはデザイン業を営む会社をやってましてですね、一応、有限会社にしてから、13期目か14期目ぐらいですね、今。はい。一応、その会社の中の一事業部としてですね、コマーシャル事業部という形でやってますけども、はい。バシャールがね、伝えてることが大好きなもんですから、それをですね、皆さんと一緒に分かち合っていけたらなと思って、はい、やってます。バシャールがね、奇抜なことをパパパーと早く言うんですけども、それをなんとなく僕なりの解釈がですね、皆さんに伝わっていったらいいなと思ってやってます。だからまあ、言うなればですね、バシャールのバッタモンだというふうに思っていただけたらなと思うんですけども、はい、よろしくお願いします。見た目がね、髪の毛長くてうさんくさいんですけども、うさんくささをあえて狙ってるっていうよりかはですね、長い方が体がいろんな面でですね、調子が良かったので、こういう状態になっちゃったんですけども、もともとは、生真面目に仕事してる方だったんですけども、はい、今はすっかり、バシャルの伝えてくれてるメッセージに従ってっていうね、自分がね、こうしたいなというままに従って生きるようになりました。一応前置きはこんなところでですね、バシャール知ってる人が多いんじゃないかなとは思うんですけどね、これ見てる方は。で、ですね、まあ、近況。そう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 。バシャールがね、こういうこと言うんですよね。5次元、つまりですね、この宇宙には時間も空間も本当はありませんと。皆さんですね、朝、8時にですね、こうやって集まっていただいて、見ていただいてるんですけども、実際に宇宙にはですね、時間も空間もなくてですね、その5次元という、世界に3次元という仕組み、それが時間と空間というものを通じてですね、僕たちが、体験できると。その体験できることというのは、自分と相手が離れて見えるという世界を
体験しやすいようなメカニズム、その枠組みの中でですね、いろんなことを体験すると。またその地獄の周波数域と言われているこの地獄の星地球でですね、いろんな、辛いとかですね、悲しいとか、やるせないとかですね、そういったことをたくさん体験してきたのかなというふうに、はい、思いますし、皆さんもですね、そういうふうな経験がたくさんあったからこそですね、こういうふうな光を知って、あ、闇を知ったからこそ光に向かおうというふうなことになってるんじゃないかな。すみません、ちょっといい加減な格好で、はい、はい、思います。そうそう、時間もね、空間もないっていう感覚ってなかなか、認識しづらいんじゃないかなと思うんですけども、時間も空間もない、うん、でも皆さん、いくらか体験するんですね、夢中に何かやっていたら5時間経ってたみたいな、うん、あれです。実際にですね、時間というのは、感じる、それ人それぞれですね、感じ方によってその長さが違うんですね。毎回毎回ですね、5分おきに、時計を見ながら、早く定時来ないかな、早く仕事終わらないかなっていうふうに見ている方もいればですね、夢中になって仕事をしていたらですね、あ、もう夜の8時かみたいなね、そういう人もいるんですね。そのどちらも同じ時間というものを体験しているとはいえ、その長さが違うんですね。前者の方が早く老けます。年を取りますね。夢中になっている方が年を取らない。実際にそんな時間経ってないと思ったっていう状態の方が年を取りにくいので。はい。ですから皆さん、何かですね、心惹かれるままにですね、夢中になっていられるようなことを取り組んでいただけるといいんじゃないかなというふうに思います。はい。で、時間も空間もないという概念がですね、もう非常に重要だなと思っていまして、バシャールはね、ワクワクだとかね、マヤマヤとかいろんなこと言うんですよ。でもね、僕の中で大事にしているのは、まあもちろんね、衣食住と整えるとかということもきちっとやるんですけども、ある程度ね、時間も空間もない、つまりですね、この世界は僕たちが、ね、こう体験可能なものとして目の前でいろんなものを見てますけども、パラパラ漫画みたいなものになっているんですね。それは毎瞬毎瞬、今この瞬間だけが真実であって、過去も未来も全部ないと。今この瞬間体験していることだけが真実だよというふうなことだもんですから、つまり、パラパラ漫画、毎瞬毎瞬ですね、新品で1から10まで完全なものを作っている僕の場合であれば、41歳2人の、子持ちで嫁さんが1人いてみたいな状態を毎瞬毎瞬作ったその設定通り目の前の世界を作っていると。そのパラパラ漫画一枚一枚の絵がですね、こう折り重なって連続している。だから、物がですね、こうこっちからこっちに動いているように見えている。それはこのページ、このページ、このページ、このページっていうものがこう、じゅんぐりじゅんぐり動いているかのように連続しているだけであるというふうなことをですね、言うんですね。それがね、意味が分かんないじゃないですか、ね、目の前の世界はこうやって動いてますから。でもね、僕そういうのをね、鵜呑みにする方なんですね。鵜呑みにしてるとね、時空だとか時間ってのはね、結構超えやすいなっていう体感が今までたくさんあったんですよ。例えばね、いや明らかにこれ風邪をひいたなっていう時に、いやこれって幻想じゃないかなっていうふうに、わりかしシンプルに思えると、風邪ってね、スパッとなくなったりするんですよ。あんなに喉痛かったのにとかね、声出なかったのに、一瞬でこう声が出るようになったりするんですね。そういうのがね、まあ、いわゆる時間が滑るとか、要はその、五次元的なフィードにはまるとですね、いうふうな体感になるんじゃないかなっていうふうに思うんですけども、何度かそういう体験があったんですね。やっぱりこの世界っていうのは、時間だとかね、空間なんて、ないのかなと。はい。いうふうにですね。まあ空間がないんじゃないかなと思ったって目の前にね、今僕は和室にいるんですけども、はい。そういうふうな
まあ、5次元的なその定義概念というものも、頭のねどっかに、留めておきたいなというふうに思っています。はい、そうするとね、まあおそらくですよ、自分が決めた通りに物事が運びやすくなると思うんですね。こうしたいとかそういうふうな曖昧な表現じゃなくて、こうするんだというふうに決めた通りの世界に連れて行かれやすくなるような実感があるんですね。それが、まあ普通だったらね3年とか5年とかかかるかなっていうことが数ヶ月で目の前にやってきたりとかっていうふうなことにつながりやすくなるなというふうに実感していまして、それを皆さんと共有したいなと思って近況報告をこれからするんですけども、長いですね、前置きが。今日が25日か、一昨日に、うちの近所でですね、お話し会をやったんですよ。満月の宇宙会議という名前なんですけども、結構遠くからもね来ていただいてありがたかったんですけども、でそこ23日か、それがそのね2日くらい前に僕ね、肺炎になったんですよ。肺炎って分かりますか？肺炎、肺が荒れるんですよ。肺炎ってね、肺炎菌なんですよ。菌が肺に入ってですね、で、まあ、炎症を起こすというふうな症状なんですね。よくね、お年寄りが、骨を折って病院に入院してるのに肺炎にかかって死んじゃったみたいなことがあるかと思うんですけども、まあ、うちのね、じいちゃんもそうだったんだけど、やっぱ肺炎ってのはね、結構しんどいんですね。まず息が吸いづらい。その一昨日に気づいて、何かしらね、なんか胸に違和感があるなと思って、それもね、スキー場でかかったんですね、多分。前かかった時もね、標高が高いところにいた。標高が高いところかかりやすいのかな。どっから菌が入るのか分かんないんですけど、点で痛いんですね。胸が一点痛くて、あれ僕なんか恋煩いでもしてんのかなとかね、思いながら、なんか胸が痛いなと思ってたんですよ。でもそんな風でもないしなと思って。で、その日の夜になるにつれて、だんだんその胸にこう違和感があったら痛い、その一点がですね、広がっていくんですね。あ、これ、肺炎じゃんと思って。うわ、肺炎しんどいわ、あさってね。まあちょっと長めのね、そのお話し会をする必要性があるのに、もうこれちょっと、肺炎前かかった時は、どれぐらい前だろう、もう10年ぐらい前ですけどね。結構ね、やっぱ菌なんで、体の中に出ていくのに時間がかかったんですね。1週間近くかかったんじゃないかな、肺炎が治るのに。いや、これはまずいなと思って、その時本当苦しかったもんですから、息もまともに吸えなくて、肺を大きくするとめちゃくちゃ痛いんですね。だから、肺をあまり動かさずに呼吸をしようとすると、もう本当にしんどかった覚えがあったんですね。で、これはまずいということでですね、まずいも何もどうしようもなくてですね、で、広がっていくんですね、痛みが。わあ、もうこれしんどいなって、夜中に帰ってきて、布団に入るんですけども、まともに息ができない。ああ、困ったなと思って、これ、あさってちゃんと喋、れるとは思えないなと思って、ぜいはぜいは言いながらでもなんとかやるかとか、いうふうに覚悟を決めてたんですね。でも、肺炎もね、風邪も、全部幻想だなと、みたいなことをね、布団の中で決めたんですね。決めたっていうかね、なんか、まあ、ある意味でどっちでもいいやと思って。ここで喋れんかったら何とかしようとかね、誰かに喋らそうとかね、いい加減なこと考えながら、まあ、ある種ね、諦めたっていうんですかね、まあ、執着を手放したとも言えるのかなと思うんですけど、まあ、なるようになるだろうということで、で、痛かったんですよ。もう本当痛くて、もう動けなくて、なんとか家には帰ってきて布団に入ったんですけどね。で、
明け方一回目を覚ましたんですね。で、まだ痛いんですね。もうさらに痛くなってる。もう苦しくて、これ息するのしんどいな、このまま死ななきゃいいなというぐらい痛いんですけど、でまあ肺炎といえどね、全部パラパラ漫画の1ページに過ぎないんだというふうに、こう寝ぼけもなくにこう決めてですね、二度寝したんですね。まあ本当5分ぐらいだと思うんですけどね、ちらっと寝たんですよ、そこからね。そしたらね、また目が覚めるじゃないですか。もう痛くないんですよ、全く。あれ、肺炎がなくなったと思って、まあなくなったんだからなくなったっていいやと思って、で、うん、治りました。治ったっていう表現がいいのか、そもそもね肺炎かかった世界に、飛び出たのかよくわかんないんですけども、とりあえずもう胸は痛くなくてですね、肺が痛くなくて、呼吸も吸いやすくて、調子も出ましてですね、その日一日、まあ問題なく過ごして、次の日の、イベントもですね、問題なくやれたんですけども、うん、すごいなぁとも思ったんですけども、すごいも何もなくてですね、この世界は単純にパラパラ漫画、いろんなですねパラパラ漫画、それも用意をされていてですね、それ毎週毎週どこを選ぶかということを、僕たちは選択肢を与えられてるんだなっていうことをですね、改めて、実感したんですけど、よく言うんですよ、まあ、僕もねそんなこと言いながら、いろいろ縛られるんですけど、時系列で物事を考えるじゃないですか、昨日部長が怒ってたから今日もきっとね、機嫌が悪いだろうなっていうふうな、想像に基づいた、今この瞬間、今日、この会社に足を踏み入れたその世界を作るみたいなね、いうことを、やるわけですよ。だから1秒前こうだったから今この一瞬間もこうだろうとかね、いうふうに連続して物事をこう時系列で考えるんですけども、それはもちろんね、その現世では必要だと思うんですけども、それにばかりねこう縛られる必要性もないなっていうふうに、思いますね。過去こうだったから今こうだろうと。でも、そうじゃないかもしれないですね。そうじゃない世界もあるかもしれないし、その辺はもうちょっとね柔軟に物事を捉えていきたいなっていうふうに、自分でも思ったんですけども、はい。本当ね、肺炎はね見事に治りましたね。治ったというかなくなっちゃった。うん。前かかった10年前はね、10年前にかかった時は、もうだいぶね、大変だったんで、1週間ぐらいかかったのかな。うん。もうほんと苦しくてね、こう、もう、これ、息が吸えないんですよね。まともに吸えないし、こう、肺を動かしてやっても、空気が入ってきてるような感じがしてなかったんですね。それぐらい苦しかったのに、今回はね、スパンと平気で、なくなっちゃったんで、あーいなくなっちゃったみたいな感じだったんですけど、うん。だからバシャールがね、今この瞬間を選び直すことで、過去のトラウマもなかった世界を今この瞬間に想像ができると。新しい過去は今この瞬間を選択することで想像ができるということを言うんですけども、まあそんなようなことなのかな。うん。だから、もちろんね、昨日のこと、昨日こうだったから今日はこういうふうな対処をしようとかね、いろんなことはもちろん僕も考えるんですけども、そういったものばかりに縛られずにね、たまにこうやって、いい加減なあの概念をですね、こう自分の目の前の世界に押し付けて、定義をしてですね、体験をしています。はい。多分ね、皆さんもね、こういうことあるはずなんですよ。あれ、なんか終わっちゃったなとかね、いきなりできちゃったなとかっていうことが、こういったことが作用してるんじゃないかなっていうふうに思いますので、はい、何かしらの、ね、参考になったらなと、はい、参考になるのかどうか分かんないけど、はい、思います。近況でした。はい、よし、じゃあ皆さんたくさん書き込んでいただいてるようなので、はい、読もうかなと。今日もねたくさん書いてね、僕ね、そんな2時間も持たないよ。
そうそう、前の方の方はね、もう番組スタート前におはようございますしています。もちさん、おはようございます。はじめまして。はじめまして。おさんくさん兄ちゃんが目の前にいますよ。はい。京子さん、高円寺と我が家は杉並区です。あ、杉並区なんだ。何区か忘れちゃった。吉田拓郎さんや三浦淳さんがいた頃ですね。いたところですね。あ、坂本龍一さんも杉並区なんだ。じゃあみんな、なんだっけ、カレー屋さん行ってんのかな。コロンボだったかな。小杖さん、おはようございます。小杖さん、あの小杖さんかな。石井陽子さん、おはようございます。おはようございます。T さん、コバシャールさんだ。アメリカから初ライブ参加です。アメリカは何時だよ、時差で言うと。ん？夜？京子さん、みんな売れると引っ越しちゃいますね。でも公園いいとこですよね。とてもなんか居心地が良かったですね。前東京行った時ね、高円寺で、ちょっとね、高円寺をベースにしていました。はい。平尾さん、おはようございます。富山楽しかったっす。仕事調整して岐阜にも参加します。おー、ありがとう。岐阜よりもさ、6月の18、19で名古屋行ってよ、名古屋。名古屋楽しいよ。T さん、テリーさん、おはようございます。おはようございます。ここでおはようございます。会話がなってる。ホイップさん、地獄の周波数の地球。地獄ですよ、ここは。地獄でしょう。バシャールも言ってますよ。ここにいる人たちはね、本当に何の罪もないのにいろんなことを被る。うん。何の罪もない。まあ、罪とかね、ないですけど、いいとか悪いとかね。ただ、その、明らかにね、自分が悪くないような状況なのに、いろんなねことをこうそれ以上に被るというふうなことがままある世界のようです。はい。ここを選んでしまったホイップさんを含め僕もですね、勇気ある魂というふうに称賛の声といったところでしょうか。八兵衛さん、本日スピリチュアル TV 終了後、全国スカイプオフ会開催します。参加ご希望の方はグランドマス55までアクセス願います。スピ TV のオフ会？そんなたくさんスカイプで繋がれるのかな？あ、エコロさん、おはようございます。それスカイプでね、スピーチャー TV の見てる人が参加できるオフ会みたいなやつですね。試しにやってみようみたいな感じで始まったんですね。その大勢同時にやれるんですか？ね、スカイプの限界人数は27だったかな、28か27ぐらいだと思います。はい。すごい、27もいけるんだ。ありました。皆さんぜひ。はい。ゆうさん、朝起きてから今日はコバシャールさんの番組があるんだなと思ったら、ワクワクしながら洗濯や掃除をしていました。とても楽しみな番組です。ありがたいです。そうですか。なんかまともなこと言ってんのかな。ゆうさん、どこのゆうさんだろう。会ったことある人かな。はい。ながら視聴してください。はい。結構ね、いるんですよ。何々しながら僕のコバシャルチャンネル流しっぱなしとかね。うん。それで効率が上がるって言ってる方がいるんですけど、本当かなと思いながらですね、聞いてますけど。ネコロさん、今日は微妙に眠いかも。はい。僕もね、今日は眠くないな。ちゃんと寝たな。ネコロさん、夜中にサトラーさんが肝炎と打ち間違っていたね。固定肝炎とか考えちゃった。肝炎、
僕は肺炎でした。うん、肝炎と肝炎じゃ大違いだな。八兵衛さん、本当に自分のしたいことを知るにはどうしたらよいのでしょうか。うん、いい質問ですなんてね、質問らしいのが来たのでこれに乗っかろうかと思うんですけども、本当に自分のしたいことを知るには、まず知ってるんじゃないですかね。うん、知らないそぶりしてるみたいなね。ただその自分が、惹かれるままに何かやれとかね、そのワクワクするその感じるままにとかいろんなこと言うじゃないですか。それにまあそれを考えた時に、まあ多くの人がね付け足した条件があるんですよね。例えば、やりたいはやりたいけどちょっとこれはお金がかかるからなとかね、自分にはそのスキルがないからなとかいうふうに、自分がやれる範疇、自分が取り組んで、実現ないしその行動を起こすことが可能なあたりはまあこのあたりかなとかねいうふうに、条件付けしてあらかじめもう選定してるんですね。だからそういう条件もつけずに、勝算が立つ立たないにかかわらずやれるとしたらこれかなと。勝算が仮にね、そのお金も人脈も全て揃った状態であるとするならば、これがやりたいなっていうふうなことが多分やりたいことなんじゃないかなと思いますよ。やれることを探すんじゃなくて、本当にその、やれるかどうかの前にやりたいかどうかみたいなことを、その、そのあたり踏まえていただければ見えてくるものがまたあるのかなと思いますね。うん、本当に自分のしたいことか。うん、したいことあるでしょう。うん、したいことをすればいいんじゃないですかね。はい。うん、したいことをするときに自分のことを信頼できている状態の方が安全性が高いだろうなというふうに思いますね。うん、だからやっても大丈夫だな、これ言ってもいい、このまま突っ込んでもいいなっていうふうに思える自分があれば、またこれ僕ちょっとこっちに寄ってるのかな、この辺にいよう、こうしようか、こっちか、はい、思います。だからやりたいことってね、本当はみんなたくさんあると思うんですよ。何でもいいんですよ。旅行したいでもいいし、何かね自分でこういうことを仕事にしたいとかいろんなことがあると思うんですけど、それができるかどうかというふうに考えたときに、足かせとなるような概念であったりだとかですね、あとはその条件、これとこれが足りないとかいうふうないろんな、勝算が立つ立たないというふうな要素ですね、いうものを先に置いて、それで判断をしているかなというふうに思うので、はい、だから、大丈夫ですよ。そんなものは後からやってきますから、はい、だから言っちゃうんです。私はこうありますみたいなね、こういうふうにしてみたいですとか、なんかそんな曖昧な表現だとなかなかそれは揃わないですけど、うん、注文するときですね、お店でですね、私ホットコーヒー飲んでみたいですって言っても目の前にホットコーヒー運んでこないですから、はい、ね、だからやりたいことはやってるはずですよ。だって八兵衛さん今ここに書き込みしたいから書いたんでしょ、うん、それだってね自分のしたいことをしたわけですから、書きたいと思っても書かない人もいるんですよ、うん、自分なんてねとかね、書いたらおこがましいんじゃないかとか読まれたらどうしようとか思いながら書けない人もいますから、それに比べたらですね自分のしたいことをしちゃったわけですから、それも、一つやったこと、まあ、そういうふうに、カウントしていっていただけたらなと思います。なんでこうやって、乗っかってたら書き込みが増えたのでありがたいな。 T さん、今午後4時半、あ、4時半アリゾナ
アリゾナ州ってどの辺だろう。4時半か。前よくね、アメリカの方とスカイプでセッションをやってたんですよ。だから、どっちがどっちでって、ね、時差も、その時は覚えたんだけど、分かんなくなりますね。はい。石井陽子さん。スピ系の皆さんが、この地球はもう卒業して次に行っちゃおうよっておっしゃいますが、自分は今、この世界を生きていくのが楽しくて、また生まれてきても楽しいんじゃないかなと思っています。ってことは、まだこの世界に執着があって、まだ次の世界に行く段階じゃないってことですかね。うん。いや、そんなことはないと思いますよ。それはね、死んで次、また生まれるときに選ぶことだとは思うんですけども、でも多分ね、そのバシャルだとかこういったことを知っている人っていうのは、卒業していく場合が多いと思いますね。卒業行った先がまた面白いんだと思うんですけどね。うん。だって僕たちって、僕もね、この世界楽しいなと思うんですよ。やっぱね、ネガティブなことだとか、めんどくさいことも楽しいなって思えるし、うん、だからまたこの世界でもいいなっていうふうに思える部分もあるんですけれども、だけどそれは、まあ、皆さんね、その陽子さんも一緒だと思うけど、この世界を楽しむゆとりがあるわけじゃないですか。ね、ネガティブな状態も、楽しめるし、でもポジティブな精神でもってネガティブなことをちゃんとね、ポジティブに変容させていくこともできるというふうな、自分への信頼感があるからこそ、この世界でもいいなっていうふうに思えると思うんですね。だから、それはね、バシャルたちも同じだと思いますよ。バシャルたちはね、僕たちに比べればずっとポジティブなその周波数域にいると思うんですけど、それはその世界はその世界の楽しみ方があって、またネガティブなこともちゃんと、体験できるようなね、ネガティブでほどネガティブじゃないだろうけど、それは安全性を持って楽しむことができる余裕があるというふうに自分のことを信頼してるから、うん、余裕があるんだろうなと思いますので、はい、次の世界に行く段階じゃないっていうことはないと思いますね。うん、この世界はもう卒業して次に行っちゃおうよっていうふうに言ってる人たちがいるのも僕も分かりますけど、僕はあんまりそれに興味がないのも確かですね。次の世界に行っちゃおうよって言ったってね、この地球にいるはいますから、ここからね、いきなりね、次の星、朝起きたら火星にいましたなんていうわけではないですからね。うん、やっぱ足元をですね、ちゃんとこう地に足につけて生きていくということが必要だろうなと思いますね。はい。現実はちゃんとやってきますから。はい。月末にはですね、支払いっていうのが来ますから。まあ、うちも来ますけどね、一応ね、支払いは。まあ、ちなみに、支払い時期に関しては、請求書をもらって、速攻払いますけど、うん、月末で締めて、月末で払おうなんてのは僕も嫌なので、もらってすぐに払います。はい。たまにね、出張が重なってると、多少遅れるときありますけど、はい、すぐに払います。現実を行きましょう。はい。京香さん、したいことをしてます。コバシャールさんのスピ TV 見ること。ありがとうございます。うん、もうそれだってもう、ワクワクすることに行動を移した、そのまんまですよ。うん。ゴルさん、したいことをやっていますね。そうそう。したくないことをね、結局やってないんですよ、意外にね。うん。やりたくないことをと言っても、やらざるを得ない。つまり、やらざるを得ないというその価値観に基づいて、やりたいからやってるんですよ。だから、全部やりたいことやってるっていうことをね、ちょっと思い直して、どうせやるんであれば楽しくやろうというふうなこと、そういう価値観も必要かなと思います。はい。だってね、僕もね、やりたくないこともやりますよ。それはね、やりたくないけど、まあ、どっちかというとやりたいからやるんですよ。会社のね、6月に、まあ、決算月があるもんですから、決算処理とかね、やりたくないですよ。だけど、会社を運営していくには、まあ、どっちかというとやりたくないってばかりは言っていられないので、やりたいからやります。はい、ということで、何の話だ。なんかだいぶずれちゃった。鈴風さん、小橋原さん、おはようございます。
初めまして。肺炎を一晩で治すのはすごいです。私も小さな痛みから試してみます。試してみます。試してみますですと、鈴風さん、僕のこと始めましたかな。試してみますって、ダブルパンチですね。バシャールがね、やってみますとかっていうお客さんに対して、やってみますって何ですかっていうふうにね、わざわざ聞き返すんですよ。やってみますって、やっては見るけど、うまくいかないことを信用している状態ですよ。それはね、見ますっていうのその見っていうのは、試すという意味なんですよ。トライ。英語で言うとトライという言葉が入るんですけど、試してみますってことはトライトライなんですよ。だから、初めからうまくいかなくなることをかなり信用している状態なので、私も小さな痛みから消しますっていうふうに表現した方が、シンプルでハイヤーセルフに伝わりやすいかなと思いますね。はい、これね、結構僕はね、きちっと指摘をしたい方なんですね。こういう曖昧な表現でもってですね、曖昧なまんまうまくいかなくなることをちゃんと実現してきたのが僕たちなので、その癖をちょっと直していただきたいなというふうに思いますから、試してみますではなくて、ます。シンプルな表現の方が、おすすめしたいなというふうに思いますね。だから頭痛が痛いみたいなもんなんですよ。試してみますってね。はい。すいません。ご指摘、指摘させていただきました。はい、京子さん、エコロさん、面識あるのかな？次行きます。エコロさん、やってないことは何らかの理由でやってないのです。やらないことがしたいことです。そう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 。あ、面白いね。本当こういうことですよね。やらないということをしているわけですからね。すべて僕たちは何かしらやっていますから。何も行動を移してないとかね。私はなんでダメなんだってなくて、やらずにいる状態を今選択してやっているわけですから。はい。それもまたね、自分で好きなように意味をつけていったらいいかなと思いますね。はい。もちさん、最近バシャール本を読み始めました。ユニークでキュートな受け答えにラブです。小バシャールさんがバシャールのセッションを受けた時の印象をよろしければお聞かせいただけますか。爽快ですね。爽快というかね、そのスポーンとやってきてね、早手のようにやってきて、早手のように去っていくみたいなね、来てる時間は1時間半ぐらいだったんですけど、もう気持ちよく笑われて気持ちよくスポーンと帰ってきますね。もう言いたいこと言ってペパーンみたいな感じ、スポーンと帰ってきますね。気持ちがいい人ですよ。僕はね、これといった質問を、をしてないんですけど、僕の質問、これ喋ったことあるのかな？喋ったことあるなら、手短にしよう。僕はね、自分のことをさらっていた宇宙人の、ことを聞きました。誰なのとか、目的は何なのとかということと、あとは、個人的にビデオを回していたもんですから、その時にね、家族の名前を呼んでもらおうと思って、トコ、マコ、サヤカ、はじめましてとかで言ってくれましたけども、はい、そういうミーハーなことやりました。はい。こんなんでいいですか？パプさん、かわいいかわいいワンちゃん、思っていたら親がシーズー犬買ってきました。このテレビ見てたらすごいな。結晶化しますね。面白い。なんかね、そういう、シンクロとかってみんな言うんですけど、いやー、シンクロが起きたとかね、すごいシンクロとかってやるじゃないですか。僕はあれあんまり、好きじゃない。好きじゃないっていうとね、なんかこう、思われちゃいそうだけど、わあ、すごいシンクロとかやるじゃないですか。シンクロ当たり前なんですよ。皆さんが今聞いていること、今目の前にあること、広がっている出来事も全てシンクロのはずなんです。僕たちは、鏡の前にいるんですよ。だって、鏡の前にいるから、自分が笑えば相手が笑うしね、自分がムスッとすれば相手が笑う、ムスッとするんですよ。映っているものは全て自分の鏡なはずなんですね。
あ、窮屈だなこの人生はと思えばね、目の前に広がる出来事はなんか窮屈さを感じさせるようなことが広がるようなメカニズムなんです。だからね、全てはシンクロですよ、うん、だからいいないいなワンちゃんと思ったら、シーズがやってきたというのもね、なんかそれもまた自分のね、こう内側の反映だなというふうに、思えるとしたら素敵だなと、うん、でこういうことがね分かっていけば、わざわざねこうムスッとしている時間帯を長く、持つんじゃなくて、とっとと切り替えてですね、深呼吸の一つもして、ハッピーでいようというふうな選択肢が増えるので、はい、あなたが作り出した世界です。今日よく喋るな。カエルさん、おはようございます。私はやったら捕まるような犯罪的なことにワクワクしてしまうのは犯罪者のイズビーなんだこりゃなのでしょうか。私はやったら捕まるような犯罪的なことにワクワクしてしまうのは、犯罪を犯してるの？犯罪的なことをやってるの？なんだろうちょっと分かりづらいな。はい、また分かりやすく説明いただければ、はい、また書いてください。八名さん、やりたいことをどのように経済的自立に結びつければよいのでしょうか。それはね、ズバリ言いますと分かりません答えになってない。経済的に どのようにっていうのが、僕も分かんないし、八兵衛さんも分からないんですよ。僕たちはね、いろんな策を講じては、こうしたらいいんじゃないかな、ああしたらいいんじゃない、この方法ならきっとこういくだろうみたいなことを、いろんなことをね、こう策を練ってたんですけども、僕たちは、いろんな選択肢を考え出して、それをねこう、まあ要はその策を練るっていうことがそんな上手じゃないんですよ。簡単に言えばできない。じゃなくて、決めることを決めて、あとはそのまんま毎週突き従って生きていけばですね、おのずとちゃんと、どのようにしたらいいんだなっていうふうなことが分かるようなことが起きるんです。選択肢が向こうからやってくる。もしくは、勝手にひらめくとかね、いうふうなことであって、どうしたらいいんだろう、経済的な自立に結びつけるのにはっていうふうに、こう経済的に自立していない状態をベースにしたそのスタート地点でですね、どうしたらいいのかな、どうしたらいいのかって考えたところでですね、それは、何かしらの解決策はやってこないんですね。だから経済的に、ああ俺って自立してるな、3食食べれてるじゃん、屋根があるよこの家みたいなね、いうふうな、明らかとした考えを、そういったところに焦点を当てている方が経済的に自立するようなアイデアだとか、そういった出来事が起きやすいんです。だから、どうしたらいいんだろう、どうしたらいいんだろうというふうに考えているよりも、どうしたらいいんだろうって考えずに済むような状態に先に出ることが、メカニズムとしてはシンプルだなというふうに思いますね。だから僕もね、いっぱい勉強したんですよ。心理学だとかね、経済学だとか、あとはそのビジネス的なこと、そういうセミナーとか行って、まあ、一応ね経営者なんで、そういうセミナーだとか、いろんな異業種交流会とかね、昔たくさん行きましたけど、うん、いろんなセミナーで聞くわけですよ。こうやったら売り上げ上がりますよとかね、僕もねそれを提案する側の仕事をしていましたから、そんなの関係ない関係ない関係ない、うん、勘違いしたままの世界が目の前で広がるだけですよ。はい、ということで、はい、ホイップさん、先日はどうもお世話になりましたと言ったら、俺に過去はないと言われました。本人曰く、今この瞬間しかないんだよとのことでした。ははは、コバシャールさんもそんな感じなのでしょうか。そうですね、まあ、そういう都合のいい時にそういうことを言う時も僕もあるかなと思いますね。まあ過去がないとは言ってもね、過去そういうことがあったというふうな定義を、元にね、今この瞬間を生きているというふうな事実がありますから、何もね、昨日あったのにもかかわらず、今日会った時にね、おはようございます、昨日ありがとうございましたって言われてるのに、何のことですかとかっていうふうに言うようなことはないですよ。うん、そんなことはね、おかしいですから。うん、だからある程度ね、そのもちろん、時系列でいろんなことが起きたなっていうふうな、記憶をもとにね、僕たちは今この瞬間を想像していくというふうなことは、当たり前にありますから、そこはね、俺に過去はないとかっていうふうに言うことはね、ちょっと、ないけどね。うん、バシャルもそうですよ。
過去ちゃんとね、質問したこと覚えてますかって聞けばちゃんと、覚えてますよ。うん、覚えているより覚えているというよりかは、その瞬間に起きた出来事を今この瞬間にまた引っ張り出してこうキャッチをするみたいなね、感じですね。だからわざわざ覚えているというよりかは、その時起きたことをまたキャッチして、そこで、表現をするみたいな感じですかね。はい。京子さん、紅茶飲もう。年末から急にコーヒーが飲めなくなりました。そんなことってあるんですね。特に困りませんが。そう、あるんですよね。うん、あると思いますね。あるある。僕のね、個人セッションを受けに来る方で結構いるのが、つい最近お肉食べれなくなっちゃったんですけど大丈夫ですかね私、みたいなね、これ結構いるんですよ。地方でも結構いますね。つい数ヶ月前から私お肉が一切食べれなくなっちゃいました、魚も食べれなくなっちゃいましたとかね、いるんですよ。うん、豚と牛が食べれなくなりましたとかね、うん、好きだったのに今食べれません、食べようと思うとなんかね臭くてとかね、なんかいろんなこと言うんですけど、そういうふうなね、まあこれ時代の変化なのかな。当たり前にね、何でも好きなものを食べていた時代からすると、徐々にね、だって今最近ね、ベジタリアンの人も増えてきたし、ビーガンのレストランも増えましたよ。うん、不食とかね、そういうふうな、価値観、そういうふうなことも世の中にちょっと広まり出しているから、流れとしてはね、僕たちは食べなくてもひょっとしたらいいんじゃないかなっていうふうな方向にちょっとずつ近づいている可能性があるなと思うと、コーヒーが飲めなくなるというのもね、からでもないですね。僕もね、コーヒー飲めないんですよ。うん、昔から好きなんですよ。もういい匂いだなと思うし、好きなんですけど、コーヒー一杯、一杯ならまだなんとかなるかな。一杯以上飲むと、もう胃が荒れちゃってね、もうゲップばっかしてるんですね。だからもう飲めない。飲まないです。僕もね。うん。ちなみにコーヒーにフレッシュや、白砂糖、グラニュー糖を入れるのはあんまりおすすめしたくないかな。うん、フレッシュってね、あれは水と油と30種類の添加物からできていますから、ほとんどの場合あれは、乳化剤で乳化してるだけであって、あれはミルクも入ってないようなものですからね。はい。白いやつね、うん、別笠さんのみんな大好き食品添加物という本を読むとですね、そこら辺のことが、書いてあります。はい。京子さん、ホイップさん、それ笑いますね。最近は私はいないって言われたりしますね。非人間ガールとかに。非人間ガールってそんな人たちいるのかな、うん、山ガールみたいな感じ、うん、私はいないって言ったってね、朝ごはん食べるでしょ、うん、いないっていうふうに、まあ、捉えることももちろん、非人間ですね、あるもないも一緒っていうのは、もちろん必要だと思うんですけども、物事をね、一つに見ていくという上でですね、でもその同時にですね、僕たちはあるというものを体験するための世界、この次元にいますから、いない、いない、いないけども、ある、ある、あるけども、いないという捉え方、そのどちらもね、大切な、まあ、価値観かなというふうに思いますね。あれね、平尾さん、丸、なん、てんてんてんねんの、おばあちゃんさんの動画を見たら、無砂糖ではなかったので、そっちの方が違和感ありました。そうそうそう、僕もね、違和感あります。うん。はい。あの時の方がね、なんかね、まだ何かをやろうとしてましたよね。何者かになろうとしてた感じもあるだろうし、うん。そうそう。無砂糖着ている時の動画ってあんまり上がってないんですよね。うん。
これ気持ちがいいんだけどね。うん、そう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 。このね、これ、全角の数字は入るんじゃなかったかな。うん。半角の数字が入らなかったのか、どっちかが入らないんですよ。この掲示板ね。そうそう、英数半角は化けるみたいですね。そう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 。あ、2012年漢字だし。はい。花メガネさん、おはようございます。今朝見た夢、実際は亡くなっている友人の旦那が夢では生きていて、逆に友人が亡くなっており、残された子供と遊んでました。なんていうか、それがとても違和感がなくて、パラレルワールドを強く実感しました。おお。起きているのが現実なのか、寝ているのが現実なのか、よくわかんない世界ですけどね。うん、実際にこの起きている世界だってね、ふと思うことないですかね。なんで自分ここにいるんだろうとかね。僕もたまに未だに思うんですよ。あれ、なんで僕こんな田舎に住んでるんだろうとかね、思いますね。うん、昔で言ったら本当考えられなかったですね。25、6歳の時とかね、本当地獄だった時ありましたけども、この地獄が一体あと50年続くかと思うと、どうやって生きていったらいいんだろうというふうに途方に暮れてた時代からすると、時期からすると、今はあ、なんか平穏な世界にいるななんて思いながらですね、なんでここにいるんだろうとかね、なんかよく分からないことを考える時ありますけど、うん、そういう時ありますよね。宇宙とかね、考え出す、一体どこまであるんだろうとか、子供の頃も考えたと思うんですけど、奥の奥の奥のどこまで行ったら壁があるのかなとか、壁があったらその壁の向こうは何だろうとかね、いうふうに考え出すと結局キリがないですから、はい、まあほどほどにしておきましょう。はい、エコルさん、やりたくないことをやりたいこと、ワクワクすることに変えていくば、いけばいいのですね。うん、どうせね、やりたくないこともありますからね、この世界は。やりたいなっていうふうに思ってやっているんだっていうことも一応、踏まえた方が、まあ、やっていくのにあたってね、ストレスが減るのかなと思いますね。うん、僕もね、決算処理はね、もう決算処理、嫌だ嫌だって言えば言うほど、また次の決算が嫌になるんですけど、まあ、確かにね、ああいう事務処理ってあんま好きじゃないんですよ。うん、でも、それをやることでね、ちゃんとね、運営していきますから。もうやりますけどね。うん、山本さん、9時から仕事なので、あ、もう、ちょっとだけ見ます。あ、じゃあ本当に、お仕事ですね。もちさん、ご回答ありがとうございます。バシャールは率直なんですね。は、私も名前を呼んでほしいな。もちさん、もちさんってそれ本名ですか？あ、そうか、バシャールにね、バシャールに呼んでほしいんだね。うん。じゃあ、ロサンゼルスに行ってください。はい。カエルさん、人間解体とか、血みどろとか考えたりすると、心臓がドキドキワクワクしてしまいます。ん？さっきの感じかな？人間解体。おー。やばいやばい。心臓がドキドキワクワクしてしまいます。それは心臓がドキドキ動いてるところが見えるかもしれないですね。うん、ね、最近あのカエルの解剖って学校でやんないですよね。うん、ね、あのね、まあこんな話、やめとこう。まあね、そういう職業の方もいるなと思ったので、はい、やめます。はい、うん、ゆうさん、去年の新宿での小林春さんのお話し会に一度だけ参加させてもらいました。番組で見るより生の小林春さんはかっこよかったです。わお、ありがとうございます。お話も分かりやすくて楽しかったです。ゆうさん、誰だろう。一回来ていただいた方、長いやつかな。
短い方かな。はい。ありがとうございます。はい。皆様、生で、一緒に共振しましょう。まあね、いろんなとこ行って、まあその土地の人たちと会うでしょう。まあね、もう、ね、ふるさとが増えるんですよね。あ、最近、実家帰ってねえな、みたいなね、そういう最近がどんどん増えるんですよ。富山、徳島、香川に、北海道、九州、まあ、大阪、神戸、東京、どの辺行ったかな。最近、豊橋行ってないな。どこ行ったんだろう。うん。はい。ずっと、いろんなとこで遊んでるような感じがしてます。はい。で、これさ、最近バシャルのことを書いてあるブログにマンデラエフェクトのことがありましたね。すいません。知りません。はい。勉強しておきます。まあ、僕はあんま勉強しないですよね。エコロさん、あ、辻褄が合わないことが起こるそうですね。あ、辻褄が合わないことを言うんだ。マンデラエフェクト。辻褄か。まあでもいろんなことがね、こうずれる、ね、ちょっとね、こう、噛み合ってないようなことが起きることはあると思いますね。だから、それもね、踏まえて、僕たちはね、好きな意味付けをしていくというその覚悟が欲しいなと思いますね。やっぱり理不尽な世界ですよ。この地球はね。だってね、みんな真面目に生きてるのにね、社会はね、税金上がるし。だってあれですよ、NHK の受信料だってね、テレビ持ってない人にからも取ろうみたいな動きが今あるでしょう。それしんどいわ。うちせっかくテレビないのに。この間だって NHK のね、受信料の徴収来た時もうちテレビないんですって言ったら、とっととね、引き下がっていったのに、これから来るってんでしょ。うわー、しんどい。まだ決定じゃないですけどね。はい。そう。皆様、数字はね、あ、半角、123、数字の半角を入るんだ。どうなんだろう。京子さん、去年、家賃収入の確定申告行ったら、収入少なすぎるので、申告しなくていいと言われて楽になりました。一応、サラリーマンなので、首の皮1枚だけど。そうなんだ。でもね、そういう、その、申告とかするとね、やっぱりいいなって思えるのが、詳しくなるんですよね。そのお金の流れだとか、その仕組み、こういったその、ここから何、控除分を差っ引いた、これをベースに、例えばね、健康保険だとかいろんなものを算出してるんだなとかね、そういうことに、多少詳しくなると、まあ、無駄にね、たくさんお金、まあ、要は税金をですね、税金を納めるなって言ってるわけじゃないけど、やたらめったら取られるよりかはね、ちょっと、節税はしたいなっていうふうなことが、できやすくなるかなとは思いますね。賢く生きる必要性はありますよ。ね、お上はね、どん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 税金上げてますから。はい。全然だって、節約する気ないじゃん。ね。まあまあ、こんなものにして。はい。テリーさん、カエルさんには、手術するゲームとか、読みあれ、おすすめします。そう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 、あの、結構ね、あの、コミカルなタッチで、グロいゲームってありますよね。まあ、それをおすすめしていいのかわかんないですけど、まあ、あまりね、リアリティのあるものをやってね、こう、現実と、こう、ゲームの世界でわかんないようになるようなことがないようにしていただきたいなと思いますけども。はい。エコロさん、詳しくは、バシャール・マンデラエフェクトで検索します。はい。コバシャールさんに名前を呼んでいただいても嬉しいです。わーい、コバシャールさん。わーい、モチさん。モチさん、愛してるよ。なんてね。これ女性なんだろうか。
カエルさん、すみません、変な質問して。でもね、わからんでもないですよ、そういうのね。なんかね、怖いもの見たさとかね、いうふうなものでね、どっか魂の癖もあるとは思うんですけど、いろんなね、こうことを僕も考えたりはします。え、けいこさん。コーパーシャールさん、おはようございます。おはようございます。しーようこさん。カエルさんのように犯罪や一般的に悪いとされているものが自分のワクワクだとした場合、それを追求してもいいんですか？だってワクワクするんだもん。このことはね、バシャールも言ってますよね。それが惹かれるからといってやっていいかっていうと、まあ、やっていいか悪いかで言うとね、いいも悪いもないんですよ。ただそれがどっかでね、悪いことをしてるという自覚を持ってやる場合が多いでしょうから、結局その後自分でかぶることになるだろうなと思いますね。罪悪感なしにね、こうサクサク人を殺せる人って、まあそうそういないでしょうから、仮にいたら立ちが悪いなと思いますけど。えけこさん、政治家になってください。やだ。なりません。政治家さん大変ですよね。だからね、有権者の方の言うことをある程度聞いていかないと、サポートしてもらえないしね。かといってね、そういった人たちのことを無視していって、ね、落選してたら商売なんないし、仕事なんないしね。まあ、板挟みのなかなか難しい職業だと思いますよ。僕もね、近所にね、市議会議員さん、町会議員か。町会議員の友達がいますけど、明らかんとしてね、素敵な女性なんですよ。でもやっぱね、そういう思いの人がやっぱり出ていかないといけないなとは思うんですけど、この岐阜県ってね、なかなかね、保守的なところなので、保守的なところに票が集まりやすいんですけども、でもね、そうでもなくなってきた節があるな、この辺でも。政治家になるのはちょっとないかな。 まあないない、マジでない。なんかね、いろんなとこでね、そこを見られるようなのはしんどいですね。俗な人間ですから。ニコルさん、深刻は深刻にならずにね。 面白い面白い。 そう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 、もう6月とかになるとね、うわー、もう決算月じゃん、この間決算処理やったばっかりなのに、みたいなね、そんなことでちょっと僕もね、テンション下がりますよ。だから6月の僕は、決算のことを考え出すので、ちょびっと波動が低かったりして、深刻にならないようにします。カエルさん、最近光が強いせいか、自分のどす黒い部分が浮上してきます。そのコントラストがね、こう、はっきりしてる状態で、いろんなものをちゃんと見ることができるとしたら、ね、いいことですね。いいことというかね、素敵な1ページですね。えけこさん、民主党のことかな？民主党が予算削減しようとしたけど、マスコミに潰されたでしょ。予算を削減するっていうのはね、なかなか難しいんですかね。湯水のように使えるというその状態を先にね、確保しておきたいっていうのはあるでしょうね。政治の話は まあ僕の専門ではないので。えけこさん、結局マスコミに振り回されて本当にいい人まで消されてる。そうですね。まあ実際に自分がね、マスコミ側になったらね、そういうふうにするものだろうなとも思いますね。だってマスコミの悪口言う人をマスコミは出さないんですよ。単純にね。自分たちのね、首を絞めることになりますから、それを選ぶことができる立場にいるわけだから、ついついそういうふうになりがちだろうなというふうに思いますね。だからこそね、僕たちは自分たちで発信するツールが増えたじゃないですか。このね、インターネットというツールもそうですけども、もちろんこれもね、究極を言えばコントロールされてしまっている部分もあるんですけども、でもブログだとか Facebook だとかね、
こういった場所もそうですけど、自分の思いをですね、こう発信していく人が、増えていったらね、そういう、いい人を守っていくこともできるだろうなと、はい、いうふうに思いますので、皆さんのことですよ。なんて指さしちゃった。はい。京子さん。石井さん?ん?犯罪を犯せば、幻想の警察に捕まり、幻想の牢屋に入ることになる。それでもいいならって言いますね。無理じゃったかな。うん。あ、なるほどね。結局捕まるってことですね。実際に捕まる、捕まらないかかわらず、捕まってしまうってことですね。ええこと言うわ。はい。厚子13さん。おはようございます。簡単に波動を上げる方法を教えてください。それはね、簡単にか、温泉入ればいいんじゃないですか。温泉入るかね、お笑い番組でも見て笑うか、はい、深呼吸するか、温泉がいいな。源泉かけ流し。工藤さん、おはようございます。子どもの幼稚園に親の自己責任で予防接種をしない人がいますが、ワクチンの危険は分かるもの、分かるものの受けない勇気がまだありません。あ、そうですか。ちなみにうちは受けません。受けると言われても受けません。ふざけんなって言っちゃいます。まあ、ふざけんなとは言わないけど、受けたければ受けてください。はい、うちは受けません。それは、まあこういう話しだすとね、なんか陰謀論的とかいうふうに言っちゃう人が、言い出す人もいるんで、嫌ですけど、でも、厚生労働省もね、まあ随分昔からインフルエンザのワクチンが効きませんっていうふうなことを、公式の文章で発表はしています。電話して聞いたらいいですよ。ちゃんと答えますよ。ただし現場で、現場サイドでね、そういったビジネスが横行しているのは確かですっていうふうなことなんです、結局ね。聞く聞かないで言ったら聞きませんよ。抗がん剤もそうですよ。WHO が発表する前から厚生労働省も聞かないってことを発表してるんですよ。だけど、その文章がね、極めて見つけにくいところにあるものですから、知らない方が多いだけであって、でも、聞かないのはある意味周知の事実なんですよ。でもね、聞かない、聞く、聞かないで言ったら、それを使った方がね、なんか安心ができるということで、実際に聞いたかのようなことを体験する方がいないわけではないと思うんですけども、僕は予防接種は受けません。それは僕は受けないっていうふうなことを、生きていますから。保存料に水銀を使っているようなものを僕は体に入れたくないなと。いうふうに思ってます。でもね、悪いものだと思いながら打つぐらいだったら、僕の話聞かない方がいいです。はい、だってね、僕やっぱりね、悪いものは悪いって言うもん。添加物だってね、たくさん入ってるものを食べるよりかは手作りの料理食べた方が体にはいいに決まってますよ。でもね、食べても大丈夫だっていうふうに言ってる人の言うことを聞いてた方が、どうせ食べるんだったら安心かもしれないですね。でもそうは言ってもね、僕たちはやっぱり野生動物ですから、科学的なものだとかね、重金属もそうですけど、不自然なものを体に取り入れるっていうことをなるべくね、避けた方が、より体の調子がいいに決まっていると思いますので、はい、僕は予防接種は受けません。子供にも受けさせていません。受けろって言われたら、受けませんって言います。はい、まあこの話が長くなっちゃうな。はい、船瀬俊介さんの動画見てください。はい、まあ本もたくさん出てますけどね、予防接種の本もね、昔から出てるもんですから、そういったものも買って読んだし、ちゃんとした情報ありますよ。そういった、ものをね、その資料として、親御さんだとかね、ちゃんと話をする必要性も、もし受けさせないということを選択するんであれば、必要かなとも
思いますね。うん、まあ、あくまで自己責任ですけどね。でもよく考えてくださいね、受けさせるのも自己責任ですけど、受けさせないのもどちらも自己責任ですよ、うん、自己責任です。どっちみちね、医者は責任を取らなくてもいいというふうな立場であの仕事をやってますからね、うん、受けさせるのも受けさせないのも自己責任です。はい、子宮頸がんワクチンを打ってね、すごく重い障害を抱えてしまった人たちがたくさんいるという事実は間違いなくあります。うん、もう体が麻痺しちゃってね、歩けなくなっちゃうとか、そんなことがね、全国でたくさん起きてるんですよ。うん、でも予防接種、ね、その子宮頸がんワクチンを開発した段階で何を入れてるか分かってますよ。ね、でもそれを入れたらどうなるか分かって作ってる人たちがいるのも確かですよ。その中に、犬や猫を去勢するための薬が入っているということは間違いなく成分表を見れば分かりますか。ね、まあ、それをね、陰謀論と解くのかね、それはまあ人それぞれ自由だと思いますけども、うん、それだって自己責任と言われちゃうんですね。だから僕は自己責任において、予防接種を受けないという方を選択する方です。はい、受けさせるのであれば自己責任でどうぞと。なんかこんなちょっと重い話になりましたけども、でもね、結構大きな問題ですよ。だってこれでね、ある県ではね、まあ、ちょっと前、何年か前の話ですけど、ある県というふうに言っておきましたけども、言っておきますけど、女子中学生ほぼ全員に打たせ終わってる、終わったというところがあったんですよ。でもその子たちは間違いなくね、その県の女子、その時期の女子中学生の子たちは、生殖能力が著しく落ちたはずです。うん、これはね、ヘビーだなと思いますよ。もちろんね、体の中のことですから、いろんなデトックスだとかね、その健康的な生活をすることで、回復はするというふうな余地は十分あると思うんですけどね、うん、はい、エケコさんの質問に行きます。官僚の出世の道具ですからね、増税。ああ、なるほどね、増税がうまくいけば官僚出世できるんだ、そういうことか。もう増税増税ですね。日本ってね、消費税 5% とか 8% とか、あ、 8% は今 8% って欧米に比べたら安いとか言うでしょう。あれ嘘ですよ、日本はね、そういうふうに分かんないようにして税金を細かく細かくいろんなところから取るのが上手なんですよ、うん、国によってはね、欧米の 20% とかね、 22% の消費税とかあるけど、他の部分ではほとんど取ってないんですよね。そういうのね、分からないように上手に取るのが日本です。はい、官僚の方すいません。だって増税するんだもん、しないでよ、このね、 GDP も上がってないしね、所得は上がってないのに取られる分が増えていくってことはね、しんどいですよ。当たり前の話ですけど、増税してね、出世するのもいいですけどもね、だけど、取られる方はしんどいです、正直ね。はい、増えてないんだよ、入ってくる方ね。うん、もちろん考えてくださいよ。はい、増やす前に使わない努力をしてください、ね、京子さん、確定申告で申告確定なんかダジャレいいですね。その絵文字もいいな。エコロさん、発想が一緒、うん、面白い。エコロさんと京子さんの掛け合いになってきましたね。平尾さん、コバシャルさんは昔瞬間湯沸かし器だったと言われてましたが、怒らなくていい方法を教えてください。昨日も興奮叱り、後輩叱りつけたので、うん、怒らなきゃいいんですよね。平尾さん、だってさ、怒ってしまった自分がわかるでしょ。ってことはもう癖じゃないでしょ。バシャルが時々そういうこと言いますけどね、うん、
ああ、ついつい自分は怒ってしまうなっていうふうなことが分かってるわけだから、分かってて怒ってる方を選択してる可能性が高いですよ。うん。だから怒りたくなったら、まあまあ待てと、今日はちょっと怒らずに穏やかにね、相手を諭してみようかなと、諭してみようかな、身が余分だな、今日は諭そうというふうなことで、選択をし直せばね、うん、まあ、怒ってしまってもね、怒ってしまった後に、あ、ちょっと声を荒立ててごめんねと、ちょっと今から冷静に話をするねっていうふうに、仕切り直してもいいんじゃないですかね。うん、僕子供なんかにはそうですよ。ちょっとね、僕もね、さすが人間なんで、カッとなってしまう時あるんですよ。で、バッと怒ってしまった後に、子供が泣いちゃった後にですね、あ、ごめん、ちょっとね、今、パパ、感情的になっちゃって、声を大きく荒立ててごめんねと、冷静に話を今からするから聞いてって言って、いうふうに仕切り直す時も、ありますから。ね。感情的に、怒りをぶつけるのやめたっていうふうにすればいいんじゃないですか。はい。京子さんとエコロさんの、やりとりが面白いですね。はい。ラップみたいですね。よいよいよですね。あつこ13さん、予防接種も減少化したんじゃないですか。予防接種を減少化、まあでも、減少化してるのは全てですけどね。まあこれすらもね、その僕たち人間がですね、恐れを抱いたその、エネルギーがですね、作り出したこの社会の、まあそういう仕組みですよね。だとは思いますよ。だからね、こう余計な人までね、理不尽にその、まあ害と言っちゃっていいのかな。でもそれを、受け取らざるを得ない社会であるのも確かですね。でまあ、選択ですからね、はい、それを受けるから自分は、間違いなくね、こう体がおかしくなるっていうふうに決めつけるわけではないですけども、もちろんね、それ以上に大事なのは日頃の食生活かなと、はい、いうふうに考えております。はい、はい、じゃあこれはひとみさんと読むのかな、かずみさんかな。以前、台所の窓の外の青空を見ながら、UFO らしき物体が浮かんでいる映像が見えて、あれ、もしかして UFO? って思った瞬間、ドアの内側、目の前にグレーのような宇宙人が立っていて、同時に、え、嘘、怖いと思った瞬間、台所のテーブルで居眠りをして目が覚めた自分がいました。かなりリアルでした。もしかして本当に来てくれたのかな、と思いますか？うん、かもしれないですね。ちゃんとその時ドアの鍵開いてたのかな、ね、徐々にね、こう ちょっと進んだ形で彼らもね、コンタクトを始めてくるだろうなっていうふうには思いますね。そういう時期に入ったと思いますね。こういうふうなね、まあ、体験、まあ、その UFO というその言葉もそうですけども、こういうことが徐々に増えて、世の中をね、こう当たり前に使われるようになってくるとですね、またオープンコンタクトみたいな時期っていうのは、前倒しになってくるだろうなと思うので、はい、楽しみですね。ニコロさん、確定申告、基地申告確定、イエーイ。ノリノリですね。え、ケコさん、自己責任。ああ、そうですね。事故でなくて、事故ですね、本当に。実際事故があるのは確かですよ。赤ちゃんにね、三種混合とかって混ぜて打つじゃないですか。あれ、やばいですよ。あれね、混ぜてどういうふうな反応をその化学物質が起こすかっていうことを、ちゃんと、検証できていないままやってる場合が結構あるんですよ。あれでね、障害を、抱えちゃう人って実際いるんですよ。うん、三種混合ね。それでね、何かしらの予防ができるとしてもですよ。100歩譲って、予防接種で予防ができるとしても、予防接種で、ね、健常で生まれた子供がですね、五体満足の子供が障害を負ってしまうということが、実際に起きているのは、これは確かです。これ調べればちゃんとわかります。
そのちゃんとその報告があった件数だとかも全部調べれば分かります。うん、当たり前にね、予防接種は体にいいものとかね、体を守るものっていうふうに、決めつけて考えてしまうんではなくて、ちょっとその辺の知識不足もね、必要な時代だなと思いますね。まあ今はたくさんあるんですね、そういうのがね。うん。経済ラッパー、正しいですね。経済ラッパー面白いですね。うん。韻を踏んでね。うん。あつこさん、ワクチンで助かった人もたくさんいるのでは？うん、僕はね、この辺はね、なんとも言い難いな。で、輸血だってそうでしょう。輸血しなくても、生理食塩水の方が安全なんでしょう。なんかそういうことが、なんか分かってるとかって聞いてるけど、うん、僕たちがね、ワクチンで助かった人がたくさんいますよとかって聞いてるのって、マスコミを通じてだから、分かんないですよね、実際にね。社会的にはね、そうやって言ってるけど、うん、その辺はちょっとコメントを、避けようかな。実際ワクチンで助かったのか、それともね、その人の免疫だとか、その他、その皆さんの介護だと、看護でね、助かったのか、うん、水分を取ったか助かったのか、一概には言えない部分があるだろうなと思いますね。だって明らかにね、だっておかしなものが多いんですよ。ワクチンね、作ってる人たち、それは製薬メーカーですよ。子宮頸がんワクチンだったらイギリスのメーカー、まあ2大メーカーがイギリスにありますけども、うん、だってこの現代社会でね、わけのわからない明らかに毒を入れてる人たちがいるっていうのが、どういう神経でそれを作ってるのかって思うと、まともなワクチンがあって、ひどいワクチンもあるとかっていうふうにいちいち考えるよりかは、ワクチン自体がちょっとね、怪しいんじゃないなっていうふうに、思っていた方が、なんかまともなような気がしますね。もちろんね、まともなものもあったのかもしれないけども、今この現代社会ですよ、ね、インターネットも普及して、みんながスマホを持ってるのこの時代に、間違った成分を入れるっていうふうなことが、すいません、ちょっと間違いましたなんていうふうに入ってるとは思えないんですよね。ある程度ね、その辺は自己防衛が必要だなと思いますね。キョコさん、私の大好きな小児科医、毛利種木さんは予防接種否定派です、ね。小児科でもそういう方がいるんですよ。そうやってね、堂々とね、自分のその、要は開業している病院ですよね。病院に予防接種は打ちませんというふうに看板で書いてる人いますよ。私はインフルエンザワクチンもやりません。が、かかったことありません。そうそう、僕もね、インフルエンザね、わかんないですね。かかんない。そうそう、エコロさん。エコロさん、80% って分かりづらいですよね。そうそう、検査しづらいですよ。もう、検査しづらい。でも 5% に戻すなんていうことはしてくれないんだろうか。エケコさん。点々の方が点々をこうするのに経済的にはいいんですよ。数字が読めません。テニさん、ワクチンは効果が高いものとほとんど効果がないものがあって、今日の話は後者のタイプですね。そうですね、はい。ワクチンが効果が高いものがあるのかということを僕は実はあんま知らないんですけども、知らないまま言ってる可能性もありますので、その辺は、ご了承ください。はい。インフルエンザはほとんど効果ないです。実際ね、そのインフルエンザっていろんな型があると思うんですけども、型はどんどん体に入っていくと変容していくものですから、その流行りの型を想定して3種類ぐらいその年に入れるんですけど、それが当たった試しはないっていうふうに言ってました。はい。
ゆきこさん、小泉さん、昨日はありがとうございます。放送。エコルさん、ワクチン打ったために悪くなるのは嫌ですね。なので、ワクチンを効力無効設定します。うん。効力無効。そうですね。効力もだし、中に入っている、その、いわゆる毒性のあるものですね。うん。保存量もそうですけど、そういったものも、無害化したいところですね。うん、実際にワクチン打ったらね、悪くなるのは当たり前ですよ。だって、インフルエンザもそうだし、そういったものもそうですけど、若干その薄めたそれを入れるわけですよ、直接的に。単純な話、小さくその状態にするわけですから、それで免疫力を引き出そうとするわけですよ。だから、どのワクチンもそうですけど、ちょっとそれを入れるわけですよ。インフルエンザも、その、例えば、子供の頃にね、あれなんだっけ、日本脳炎とか、ポリオか。ああいったものも、薄めたちっちゃい、薄めたものを直接的にそれを取らせるわけですから、うん、危ないに決まってますよね。それで免疫力を引き出そうとかってね。うん。入れなきゃいいのにな。はじめさん、人間の考えた薬って体にいいものはないと思っています。薬はね、まあ漢方とかね、いろんなものありますけど、まあ、科学的な、まあ、西洋医学で使われているような薬っていうのは、あんまり必要ないのかなとは思いますね。解熱剤なんて当たり前に皆さん飲みますけど、僕もね、熱が高いとしんどかったから、解熱剤飲んでたんですけど、飲んでもね、結局またそれ以上に上がろうとするんですよ。上がろうとするそれは、ちゃんと体の中のね、その免疫力、要は、戦うためのエネルギーですよね。その菌たちを、より活発的に、こう、働かせるために、体温が上がってるんですよ。風邪だったら風邪菌と戦う菌を、よりコンディションを整えるためには体温が高い方が彼らが、しっかり働くんですよ。それをわざわざ下げて平熱に戻してしまうというのは、結局働くそのエネルギーを落としてしまうものですから長引くんですよ。だからね、しっかり熱出せばすぐ終わりますよ、風邪なんてね。インフルエンザもそうだと思うな。うん。はい。なんてね、なんかこういう話が多くなりましたね。結構さん、ワクチンテストできる研究があればいいのでしょうけど、うん、ね、でも研究はしている上でやってるはずですよ、うん、今時ね、人の体に直接打つわけですから、でも研究結果がね、正しいものかどうかっていうのは僕は、自己責任だなと思いますね。ニコルさん、予防接種は受けてないですけどね、もし打つことになったら無効にします。うん、そういう、定義もね、合わせてほしいところですね。うん、お、ずれた。ジャムさん、風疹ワクチン。風疹もワクチンがあるんだ。うん、僕はワクチンというワクチンは打ちません。はい。今後も打ちません。お金に対するブロックで起きるんでしょうね。ん？ん？欲のためだけに。ん？お金に対するブロックで起きるんでしょうね。ん？何の話じゃ？すいません、ちょっとパスします。そうか、ワクチン効かないと考えたことがなかったな。ワクチンは一切効きませんみたいなことをね、どっかの研究者が言ってましたけど、うん、インフルエンザは実はないのではないかな。あ、でもそういう可能性って世の中ありますよ。まあこういう話をしだすとね、僕も、陰謀論者になっちゃうんで下げますけど、はい。テリーさん、私は波動測定器で測ってもらったときに3種混合ワクチンが体に問題を起こしていると指摘されました。ああそうなんだ。3種混合ワクチンとかね、2種混合とかってありますけど、
実際に結構ね問題多いですよあれね。いっぺんにやるでしょう。でまた弱い子赤ちゃんにやるでしょう。すごいリスクがあると思いますね。実際リスクもうバンバン発揮してますから、もう、危ないですよ。うちは打ちません。八兵衛さん、人類はもっとプラシーボ効果の研究をすべきだと思います。なので多分プラシーボ効果についてはね、心理のことだから特に研究はねもうかなりのところまで行ってるはずですよ。ただそれを生かして僕たちを健康にしてくれるということをしないだけですよね。だってマスコミだってあんだけね上手にこういろんな心理を巧みに操作しながら物を売りつけてくるわけだから、ああいったものを使ってね世の中の人たちをもっとね健康にしてくれてもいいはずですよね。でもね、商売ばっかりでしょ。だね、みんなお金がベースになってますね。はじめさん、プラシーボ効果促進装置の開発、それね上手に活かしてくれる人たちとこれからつながっていくっていうことが、必要になってくるかなと思いますね。テレビをつければいらないものばかり売りつけられますから、はい、いらないものばかりじゃないですけどね、大切なものももちろん販売してるんですけども、でもやっぱりね、プラシーボ効果、プラシーボ効果とちょっと違うけど心理をうまく操作しますよ。笑い番組でねケタ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 笑ったすぐその後に音量大きめで CM がドンと来るじゃないですか。あれはまさにね心理を巧みについた方法ですよ。日本人は無添加の梅干しとお味噌汁を、ああもうまさにその通りですよ。味噌汁と梅干しね、納豆とかね、ちゃんと、生きた醤油風の調味料じゃないですよ、醤油です。醤油は本当にわずかなね種類の材料で作るものですから、そういう食文化ですね。麹とかね生きたものを食べましょう。梅干しもね、減塩の梅干しは、あんまりどうかなと思いますね。減塩つまり塩を少なめに作るということは同時にね保存能力が下がるもんだから保存量結構入れるんですよ結局ね。だからしっかり梅干しは塩を使って、まあ良質なね天日塩とかそういったものを使ってぜひ作ってください。はい、辛いやつね、しょっぱいやつ。お味噌汁ね、お味噌ですよ。うちのね嫁さんがお味噌作りのワークショップをやってるんですよ。で、そもそもね味噌を作るなんて当たり前のことだったはずなんですよ。この田舎谷組でもですね多分それが当たり前だったはずなのに、多分若者は忙しくても町に出てしまって、それを継承していない家庭が多いと思うんですよ。で、妻と話してたんですね。いや妻、まあ君がねやってることは素晴らしいことだねと。本来は、ね、親が子供に、子供がまた孫にというふうに継承していく、そのうちの中でね継承していくのが当たり前だったことなのに、今はそれがなくなったと。それを、まあ妻さやか、さやちゃんで呼んでるんですけど、さやちゃんがやってるってことは横につながっていくじゃないですか、ね。イベント立てて、Facebook だとか通じて告知をしてですね、そして横に向かってそれが伝わっていくということは、またそのつながったところからこう始まるわけですよ。今期だけでもね50人ぐらいにそのワークショップで味噌作りを、彼女が教えてるんですけども、またそこからね、味噌作りが始まる可能性があるなというふうに、思うとですね、あ素晴らしいことやってるねって体に、溢れてるね。で味噌の素晴らしいことはね、菌が増えるんですよ。菌を増やすことなんですね、世の中に。このね世の中の菌を増やすってことはすごく重要で、今日よくしゃべるな。菌が少ないでしょう。殺菌しようとか滅菌しようとかね、菌を減らさなければいけないとかね、いうふうな殺菌滅菌ブームのおかげで僕たちは菌が少ない世界にいるんですよ。これはねやばい、やばいです。だって抗がん剤打って速攻10歳老けてね、
死んでいくのって菌が死ぬからですよ。体の中にね、50キロの体の中に、1キロ分ぐらいの菌が住んでいるのに、それを殺してしまう保存量の多い食べ物を食べるってこともみんなそうだし、菌が生きて生きづらい環境になりつつあるんですね。それを、逆にね、皆さんが味噌を作ることで菌を増やすことができるんですよ。もちろん自分自身も菌を食べることでね、菌が増えるし、世の中の菌が増えるっていうのは、これは素晴らしいことですね。ですから食文化大切に、はい、していただきたいですね。そういう食文化が、日本をね、すごく昔からね、素晴らしいものを、先人たちが作っているからこそ、日本民族、まあ素敵だなと思いますね。文化がね。はい。ニコロさん、インフルエンザも本当は風邪みたいなものなのに、薬やワクチンを使いたいために言ってるんじゃないかな。うん。ある人が言ってましたね。お医者さんなんですけどね。インフルエンザは、かかったらラッキーだねって言って。それを自力で治すことですごく免疫力が上がるよって言ってね、言ってるお医者さんがいましたけど、うん、ほっとけば治りますよ。それこそね、風邪でもインフルエンザでもね、1日2日ご飯食べなかったらすぐ治りますよ。風邪なんてね、1食抜いたらすぐ終わりかな。うん、ゆうさん、親が学校薬剤師をしていて、絶対インフルエンザの予防接種は受けれなかったです。クラスで受けないのは自分だけで、当時小学生の私は恥ずかしかったです。泣いて打ちたいって親に訴えてました。親が薬剤師なのに、インフルエンザの予防接種は自分の子供には打たせなかったという。わお、こういうことなんですよ。ね。現場の人たちは知ってたりするんですよ、こういう情報をね。よく言うじゃないですか、ね、眼科の先生は自分には絶対抗がん剤使わないってね、自分の家族にもね。だってそれはね、もう見たら分かりますよ、処方した、ね、患者さんがいきなり10歳老け込むんですから、ね、これは重いね、ゆうさん。そろそろこう書き込み質問は、全部読み切れないかもしれないので、はい、ご了承ください。今年はインフルエンザの予防接種を受けさせない選択をしましたら、おじいさんが感染してきて、子供2人が感染しました。自分も、しかも子供が1人受験生で、試験の日ではありませんでしたが、旦那さんにかなり怒られてしまいました。なので今年の冬は受ける方向です。子宮頸がんワクチンは強制的に打つことになっていたので、長女は受けましたが、それってその時期に当たるように生まれてきたとしか思いませんが。ああ、そういうこともあるんですね。でもね、その、デトックスをね、ぜひしていただきたいなと思いますね。やっぱり、普段のね、その食生活もそうなんですけど、僕たちは毒にまみれた世界にいるっていうのは、もうこれはしょうがないですから、打ってしまったのであれば、あれですね。毒を出す、デトックス効果が高いもの、例えばパクチーをたくさん食べるとかですね、いろんなハーブティーだとか、いろんなハーブでもデトックスをするためのこと、そのノウハウもありますから、ぜひ、毒を出すと、解毒をするということを、心がけていただきたいなと。また毒を同時に摂取していかないようにですね、していただきたいですね。子宮頸がん起きてなんかいろいろ問題ですね。うちのね、この田舎の揖斐川町でもね、今ちょっと問題が、子宮頸がんワクチンは、いろいろ諸問題が多いので見合わせますみたいな発表がホームページでされてましたけど、だからね、かかるものはかかりますよ。でもそれがね、予防接種がためにかかったのか、受けたからかかったのか、その辺がね、ちょっと曖昧ですけど、まあ一種の風邪ですから、風邪ひいたとき、まあ確かに高熱が出た風邪ってのはしんどいですけど、でもね、覚えておいてほしいんですよね。固形物を取らずにいたらすぐに体が治してくれますから。どっちみち薬を飲んでもそうだし、解熱剤を飲んだとしても
結局治すのは自分の免疫力ですから、その免疫力を妨げないっていうことを、まず念頭に置いていただきたいなと思いますね。そのためにふんどしとかね、体の免疫力を落とさないようにしていただきたいですね。はい、スーさん、これちょっと字読めないや、ワクチンに入っているもの、うんぬんかんぬん、うんぬんかんぬん、ちょっとすいません、パス、この辺、この入ってるんですか、硫酸アンモニウム、ベータブロピオラクトン、遺伝子組み換えされたイースト菌、動物由来バクテリア、ウイルスの遺伝子、ラテックス製のゴム、ゴムが入ってるの、オルタミサナトリウム、味の素アルミはね、立ち悪いな。アルミニウムってね、ボケ、いわゆる、ね、その、アルツハイマーだとかですね、ああいった、いわゆるボケた方、というふうな方の脳の中を調べるとね、アルミの化合物が非常に多いって言われるんですよね。アルミニウム、ホルミアルデヒド、微生物、ポルスルベート、リン酸トリプル、ドチプル、グルタル、あんなとこも読めない。ゼラチン、硫酸ゲンタマイシン、ポリメキシン B、水銀保存量、チメロサール、サルミチル、硫酸ネオマイシン、フェノール、人および動物の細胞、まあこういうのね、実際成分として表示されちゃってるものだと したら、まあ非常にちょっと考える必要性があるかなと思いましたね。いらないものは間違いなくありますよ。有効成分なんてのはね、一つか二つですからね。それ以外のものはなんでこんなに入ってんだって話ですよ。味の素いらないですよ。でもあれでも味の素、グルタミン酸ナトリウムというのは神経毒ですから、何かしら神経を麻痺させるために、入れてんのかな。アルミはいらないでしょう。あつこさん、URE はないと言われるうちなのにワクチンは悪者。まあ、ワクチンだけがね、悪いとかいうふうに言い切りたくないですけど、悪者ですらね、愛を知るために必要なものだとしたらね、完全悪とも悪とも言い難いのかなとも思います。早口になってきました。ホイップさん、小橋春さん、陰謀論についてもっと踏み込んで話してください。聞きたいです。それでは、じゃあまたワンデーワークショップにでも来てください。はい。ジャム。ワンデーワークショップ、別に陰謀論をする場所じゃないですからね。風疹で赤ちゃんに障害が出たと。風疹で赤ちゃんに障害が出たと。よくテレビでやっています。風疹で障害が出た。風疹、この辺はね、テレビがやってることってなかなかね、評価しづらいですね。風疹の後にね、その例えば使った、例えば薬で障害になったのか、まあそれはよくわかんないですけど、ちょっと、はい。陰謀論は結構ハマりやすいので注意ですよ。だね、まあ僕もそう思います。陰謀論、もし、一通りね、知るのはいいと思うんですけども、これ永遠やってても、なかなかね、ポジティブな世界を想像していけないんですよね。陰謀論をやりやすいようなぐらいこう情報を出してしまう、出していく側もあると思うんですけども、結局世の中信用できないし、怖いねっていうふうに恐れを抱くというふうな側面もあるので、恐れてばかりいる人たちが増えることで喜ぶ人たちがいるのも確かですね。だからほどほどですね。はい、京子さん仕事行きます。ありがとうございました。ワクワクラクチン、略してワクチン。なんかな、面白いですね。池子さん、いい菌まで、そうそう、菌はね、殺菌するでしょう。こう殺菌するじゃないですか。いい菌も悪い菌も死ぬんですよ、ね、でも悪い菌の方が細胞壁が丈夫だから、死んだふりみたいな状態で復活するんですよ。いい菌は細胞壁が弱いもんだからないんですね。だから、殺菌しちゃうといい菌はそのまま死んだまんまなんです。だからね、殺菌をするっていうことでもっていい菌悪い菌、まあ善玉菌悪玉菌がうまく調和取れてたのが、その、やり取りがね、どうしてもバランスが崩れちゃうんで、本当はね、分かってるんですよ。あの病院でね、今こう殺菌するやつあるじゃないですか。あれしない方が、環境的には、感染症は起きにくい。あれでね、善玉菌もしっかり殺してますからね。はい。これさん、
デイサービスでもアルコール消毒徹底してるような、うん、あの徹底がね。ヤコロさん、薬剤師は薬を飲まないって聞いたことありますよね。ね。そのね、自分が売ってるものと自分がやってることと乖離があると、まあ辛い部分もあるでしょうね。ユッキーさん、おはようございます。香川のゆきこです。生放送間に合った。セーフ。もう残り数分ですよ。久しぶり。はい。いやー、ありがとうございます。今日なんかたくさん喋ったな。うん。今日なんかね、ワクチンの話がやたら増えちゃいましたけど。うん、でもやっぱみんなね、興味のあることなのかな、うん。自分たちの健康とかね、直接的に関係してくることですからね。うん、実際に、事故があるのも確かです。それによって、良かったっていうふうに思えてる人がいるのも確かですね。うん、この世界はですね、自己責任ですから。はい。これ最後読んでいい？えけこさん、味の素食べて手が震える人は味の素の麻痺ですか？そうですよ。だって神経毒だもん。うーん、味の素さんには悪いけどね。うん、だって神経毒ですよ。合成甘味料もね。うん、神経、だって旨味成分はないのにうまいというふうに神経に、間違った解釈をさせるためのものですよ。合成甘味料もそうですけど、うん、まあおかしな信号を神経に与えているというふうに考えればいいと思うんですけども、麻痺をするとしたら、まあかなりそういった部分でね、うん、敏感なんだろうなと思いますね。僕もね、結構こういったものなるべく摂取しないようにしてるものですから、わかりますよ。あ、これ、味の素入れてる醤油だなとかね。うん、だから僕毎醤油持って、出かけてます。はい、遠征でもね、ちゃんとちっちゃいボトルに入れた、マイ醤油を持ってます。はい、あ、イルカさん久しぶり。うん、玄米酵素いいですね。やっぱね、こう生きてるもの、うん、死んだものばかり取るんじゃなくて、生きてるものも体に取り入れていっていただきたいですね。はい、ありがとうございます。じゃあちょっと今日、残り数分なので、告知をさせていただきたいなと、はい、思いますが、最後までお付き合いください。はい、告知か、まあ、4月かな、うん、4月は9日に埼玉県に行きます。埼玉県の秩父市で、4月の9日ですね、満月の、あ、違う、デトックスワークショップバイコバシャール、埼玉県秩父市の古民家でやります。これね、ちょこちょこも、なんだっけ、参加者の方が申し込みあるんですけども、老夫ディストのですね、方がと一緒に、老夫ド、まあその、老夫ドの食事を出していただいて、僕も喋って、まあデトックスをしようと、宇宙人、小さな宇宙人アミーがですね、食生活整えようみたいなことを伝えている、それも、同時に伝えながらですね、行きたいなというふうに思ってます。はい、4月の9日埼玉県行きます。10日は埼玉で個人セッションを受けたまります。はい、これホームページに載ってますので、はい、見てください。あと4月の14日から17日まで東京に行きます。15日が、東京宇宙塾、これね、会場かっこいいとこを借りたんですよ。これはね、期待してください。はい、あとは17日に、ワンデーワークショップ、これは人気なものでですね、着々とお申し込みいただいておりますけども、これはまた東京のいつもの古民家でやりますので、これ長いやつですね。そのどちらも終わった後には、懇親会みたいなこともやろうと思ってますので、それも一緒にご検討ください。14日と16日は個人接種を東京で受けたまわります。はい、あとは5月に今決まってるのがね、5月に28かな、5月28日に福岡行きます。はい、
福岡、その土日で福岡に行きますね。はい、あとは、同じくその福岡のすぐ手前ぐらいに長崎に行く予定です。はい、長崎行くっていうことはまたアンデルセンに行こうというふうな魂胆が、見えますけども、はい、あとね、あ、そう、5月の21日21、22で福井県に行きます。福井県のね、一筆形状茶屋っていう、由緒のあるところがあるんですよ。一筆形状って皆さん知ってるかな、40文字以内なのかな、40文字で、例えばね、娘に宛てた手紙を書くみたいなね、その一筆形状をするっていうふうなことを、文化でね、行われてるところがあるんですよ。全国からその一筆形状、その40文字が集まるんですけど、そういった本がたくさん出てるんですよ。その、一筆形状茶屋というところで、由緒のある天守閣のすぐ、目の前にあってですね、見晴らしもいいんですけども、そこでワークショップを福井県でやりますので、はい、それもぜひ遊びに来てください。はい、それも和室です。和室好きですね、僕、うん、で、次の日は個人セッションかな、うん、まあ、また、皆さんのいらっしゃる、町に近いところまで行きますので遊びに来てください。はい、あとはね、あ、6月のだけ告知させて、6月の18、19で名古屋でワンデーワークショップやります。これはね、僕のやってるイベントの中では一番、豪勢かな、うん、豪勢というかね、まあ、贅沢ですね。ゲストも呼んで、朝は軽くヨガで体をほぐしてですね、僕も喋って、僕はほどほどで、あとね、京都から素晴らしいアーティストを呼んでます。今回はね、第1回の時に呼んで以来なんですけど、アキーラサンライズ、もう素晴らしいこうハングドラムとかいろんなね、ものをそう演奏してくれるんですけど、もう素晴らしい、こう、もうにじみ出るような宇宙観、素敵なお兄さんを呼んでますので、一緒にですね、言霊、音霊の世界を交えてですね、皆さんと共振したいなと思ってますので、18、19ですね、6月18、19、泊まれます。お寺で泊まりますけども。はい、これもご検討ください。あと4月の7日は名古屋で。4月の7日名古屋でアセンションの会。4月の22日は、ここ自宅で、はい、満月を10回やります。はい、遊びに来てください。観光がてらね。はい、そう。あ、皆さん。うん。そうそう。今、スーさん書いてくれましたけど、味の素は食品の裏の成分表にアミノ酸と、って書いてあります。というふうに書いてありますけども、そうなんです。味の素というふうには書いてないです。グルタミン酸ナトリウム等も書いてないです。アミノ酸というですね、あたかもいいものかのように書かれているんです。必須アミノ酸とかね、いうふうな言葉がありますけども、アミノ酸等ってね、いうふうな表示に名前を、改名しまして、僕たちは体に取り込んでいるということを覚えておいてください。ビタミン C もそうですよ、レモンなんかから取っていません。あれはね、なんていう名前の化学物質だったかな、ちょっと忘れちゃった。いや、うん、はい、いや、たくさん喋りました。あら、テリーさん、あさってアンデルセン行くんですか。2名空きが出、ま、できましたので、今からでも参加できます。連絡ください。アンデルセンぜひぜひ、僕もね大好きですよ、あそこはね、宇宙を感じる場所ですね。はい。いや、今日も皆様ご清聴ありがとうございました。そうですね。最後今日まとめようかな。散々ね、なんかワクチンの話が増えちゃったんですけども、そうは言ってもこの世界は毎春毎春ね、こうパラパラ漫画のように、新品なんですね、うん、だから、うん、仕切り直すことができるんだというふうなことを、大事にしておきたいですね、うん、昨日まで調子が悪かった、だけど今日は違うと、うん、今日は違うということも選択が可能なんだということを、どっかでね刻んでおきたいなと思います。人生は
やり直しが何度でも効くところです。はい、なんでね、はい、今日もありがとうございました。はい、テリーさーん。どうもありがとうございました。ありがとうございました。終わっちゃっていいですか？はい。あ、はい。はい。それではさようなら。はい。皆様、素敵な一日を。ピース。おーちゃん、バイバイ。あ、これ私でちょっと。ロコさん、ありがとう。今日たくさん書き込んでいただいてありがとうございます。